かれ。城の警備は誰の仕事だ。私の仕事でございます。いやこの城を任せられておるお前が役立たずがために俺は殺されかかったんだぞ。お前は俺に死んでほしいのか。何そのことありません。本当だな。少々渋すぎましたかな。おお、これはきれいな扇子でございますな。誰か懐かしい方にでもお会いなされましたか。利休様。はい。利休様はなぜ秀吉様のおそばにおられるのですか。秀吉様を含め諸大名方に茶を立てておりますと声が聞こえます。声。はい、世を動かす者の声が。それを私に教えてくださったのが信長様だったのです。わしの命のジャジャだ。今日からこの城で暮らすことになった。お前が守れ。怖い夢を見ました。私はここにおりますのでご安心してお休みください。五右衛門。はい。五右衛門のお父上と母上は。いません。そっか、じゃあ私と同じだ。私の父も戦で死にました。今でもその時の夢を見てしまいます。何度も何度も。友達は？友達はいますか？はい、一人だけ。名前は何というの？西蔵と言います。
私にもいつか友達ができるといいな。いつも城の中で退屈だろうと思いまして、このようなところ信長様に見つかったら大変なことになりますが、五右衛門。はい。私たち友達になれたかな。五右衛門のおかげでもう怖い夢は見なくなりました。これ今日までありがとう。さよなら。チャチャの霊だ。強くなれたか。まだわかりません。それでいい。なんだと。信長様が明智光秀の謀反だ。本能寺で。とうとうやったな。ご苦労だった。悪いが、天下は俺がもらう。石田三成、そいつの子分になるのか。秀吉様も三成様ももともと百姓の生まれだ。だがここまで天下を取るまで上り詰めたんだ。だから俺たちだっていつか侍になれるはずだ。
俺はいい。俺は自由になってみたい。選別だ。刀はどうした？捨てた。礼は言わないぞ。いらん。お前からだと気味が悪い。今安易に秀吉を殺せば、世はまた戦乱に舞い戻る。方々で戦が起こり、向こうの民が大勢死ぬ。知るか。俺が何しようが俺の自由だ。お前があの箱を盗まなければ、あの子の母親は死なずに済んだ。自由を謳歌するなら、周りを巻き込んだ。目的もなく気ままに生きることが自由じゃない。お前それぐらい分かってんだろ。お前こそどうなんだ。バカな親分もいないでこき使われ、手は血で染まっていく。もう少しだ。もう少しで侍になれる。そうすれば。チェ、しけちまって。モテねえ男の説教が長くてよ。妻子はいるぞ。かわいそうな奥さん。そうだ。もう会うことはないだろう。今度会ったら、殺す。おい、その格好結構似合ってんぞ。転職しろよ。お前は派手すぎだ。泥棒にしちゃ。大泥棒だよ。自分で言うな。利休様、戦が始まるというのは本当ですか？何故それを。私にも聞こえます、声が。戦だけは、戦だけは絶対に。分かっております。それゆえに、こたびの計画だけは何としてでも阻止せねばなりません。あまりにも無謀すぎる。ならば私が秀吉様に。いけません。そんなことをしたら、秀吉様の側室になる話をお受けすることになります。ここは私にお任せください。何よりも世の中が荒れると茶が立ちません。そうなると私のすることがなくなりますからな。集まってくれた。見せたいものがあってな。
キリシタンは気に食わぬ。だがこいつらが宣教と抜かしつつ、その裏に潜ませたこれらの武器は魅力だ。いやあ、高い買い物であったが、早速で量産し、朝鮮、そして明を攻める。もう一つ見せよう。おとなしく。だけ立てていればいいもの。俺の夢にケチをつけよう。私は平和主義だ。平和主義だ。加藤は平和、私は平和。三成、お前、おったのか。さあ、皆の者、戦じゃー。ああ、旦那ったら人使いの荒い。ねえ、サスケも士官したいの？え？士官、偉くなりたいの？当たりねえだろ。いいか、俺らみたいなやからっていうのは田植えにも商売にも向かねえ。仕官しない限りその日暮らしが一生続くんだよ。ずっとだぞ。だからそういう話があれば誰だって飛びつくさ。そうだな、真田幸村のところなんていいんじゃないか。そんで屋敷買って、女囲って嫁もらって、いや嫁もらう方が先かって聞いてねえし。超えた。おい、どうした？ほら、やめろ！利休様が惜しい人を亡くしました。お見せしたいものがございます。帰ったぞ。開けてくれ。倒したお騎士。私が秀吉を討ちます。もしそれで戦が止められるのであれば。本当によろしいのですね。はい。ただ一つだけお願いがあります。サスケのやつ遅いな。酔いが回ったか。気づくのは遅いぞ。ここは男と来る場所じゃないぜ。そうだな。あまりにも無謀です。お考え直してください。やめ。しかし200石与える。そうだ、お前に石高を与え、飯抱えると言ってるんだ。
そうすればお前も立派な侍の仲間入りだ。それが望みだろう。違うか。これしかないんだよ。これしか。ご無事でしたか。よかった。これ。ここに来るのは何年ぶりでしょう。何も変わっていませんね。ジャタ様、私はお別れを、お別れを言いに来ました。ジャタ様は正式に秀吉殿の側室となられた。お元気で。3日後、太閤殿下の船で出兵の祝いが開かれる。そこで側室茶々殿のお披露目というわけだ。徳川家康さんか。何が望みだ。私の歌が合図だ。信長様の仇を取れ。それが茶々様をお救いする唯一の方法だ。旦那、遅かったじゃないですか。どうした。というわけなんです。それで、あいつは死んだのか。強くなったんだ。強くなって、あいつを殺したんだ。ぶっ殺したんだ。旦那、旦那、おい、やめてください。出ろ。おい、いいか、お前のおっかさんはそんなこと望んじゃいねえ。おっかさんは敵を討て、人を殺せなんていう人だったか。復讐なんて望んじゃいねえんだよ。どうだ、見事なもんだろう。
見ろ、あんなにたくさんの人が集まっておるぞ。わしとお前のためにな。失礼しますよ。皆様ご苦労様です。お水はいりませんか。お水はいりませんか。誰か歌わぬか。ノリが悪い。私め。徳川だ。さ。人間50年そうですよ、殺しておしまいなさい。それも皆の目の前でやるのです。秀吉が死んだということを白日のもとにして、世をまた戦乱に戻すのです。その混乱に乗じれば、一番天下に近いのはあなたですよ。扇を出せ。愛のない世界を作ってみせる。その日のために俺は踊る。踊らされるな。踊れ。復讐なんて望んでない。